祭祀という行為を残すのは非常に難しい状況ではあると。で、口づてに講伝していくものなので歌も残らないという状況に私は立ち会って、もういても立ってもいられなくて、どうしてもやっぱり録音して、都には何年も歌を歌うな、どこに何を歌もあるよ。今はもう若い者が歌わんと、若い者に歌を教え機会が今度はないんだね。